オーストリア連邦鉄道の貨物列車貨物列車とは、鉄道において、貨物の輸送を目的とする列車であり、鉄道発祥以来運転されている。機関車が貨車を牽引する形態が主流であるが、貨車自体が動力を有する電動貨車や軌道貨車、あるいは動力分散方式の貨物電車も見られる。客車と貨車を並結する混合列車という形態もある。鉄道が発明される前、 人力や馬車より貨物を大量輸送できる交通機関としては船が使われたが内陸部では流れが穏やかな河川の中華流部や運河湖以外は運行できない制約があった鉄道の実用化により船が通れない地域でも輸送網を作り上げることが可能となり産業革命を大いに発展することとなった鉄道が陸運の主力であった時代は 貨物輸送を主目的として開業する鉄道会社、船区や鉱山、工場、建設現場などへの引き込み専用線も多かった。鉄道輸送の利点は連結する貨車を増やせば大量輸送が可能となることであった。反面、貨物の出発地や最終目的地が鉄道沿線でない場合、自動車などと組み合わせる必要がある。 同時に時間における柔軟性を欠くことでもあった。政策的な自動車道路網の整備によるモータリゼーションの発展とトラックの性能向上により、鉄道を利用する貨物輸送は、きめの細かい貨物輸送の手段としては価値を減じた。近年は大気汚染や地球温暖化の深刻化などを受け、企業は環境保護の取り組みが社会的に要求されるようになったことから、 環境負荷の低い鉄道貨物輸送を見直すモーダルシフトの動きが出ている。大陸や国土が広い国では重量が大きい貨物を遠方へ安く運ぶ陸送する手段として活用され続けており技術改良も進められている。オーストラリアでは資源企業リオティント社が2018年採掘した鉄鉱石を自立運行の無人貨物列車で鉱山から 港まで運ぶ試みに成功した。ダブルスタックカーを連ねたアメリカのコンテナ列車欧米では現在においても最も安価で効率的な貨物の陸上輸送手段として物流の主役である。特にアメリカが州国やカナダなど北アメリカでは海上コンテナを二段積みにしたダブルスタックカーを100両近く連ねた長大な貨物列車が運転され、 ピギーバック輸送やデュアルモードトレーラーシステムなど他の陸上輸送手段との連携も進んでいる。大陸横断鉄道を用いて従来船舶で輸送していた貨物を陸上輸送にシフトするランドブリッジ構想が提唱されている。高速な輸送が可能となる利点があるが一方で鉄道施設の近代化、通過国の関税上の扱い、盗難、損傷などの問題、水輸、 日光対策など課題も多い。ヨーロッパと中国大陸沿岸部、ロシア極東部を結ぶユーラシアランドブリッジが有名である。中国政府はこのルートを使う一帯一路構想を推進している。米国では1830年に客車を車を連結して牽引する蒸気機関車が開業した。1916年に鉄道路線の総延長が42万キロメートルに、 達して世界一となった。第二次世界大戦後は高速道路網と航空便が発達し、大都市圏の通勤輸送などを除き鉄道による旅客輸送は急速に衰退した。一方、貨物輸送は輸送力が大きくなるほど高速道路や航空輸送に対して有利であり、現代に至るまで鉄道による貨物輸送は活発である。フランスの TGV では、 郵便列車や小包み列車などが運行されている。ヨーロッパではユーロトンネルシャトルなど自動車を積載したカートレインも運行されている。中国では鉄道の貨物輸送の需要が急激に増大しており、2009年に貨物輸送量が2兆5,239億1,700万トンキロに達し、米国を抜いて世界第一位の鉄道貨物輸送量となった。 米国とは異なり、鉄道による旅客輸送量も増加しており、貨物列車による輸送力を強化できないことから、旅客列車と貨物列車の鉄路を開ける価客分離が進められている。一部の炭鉱鉄道では、蒸気機関車が経営する石炭輸送列車が運行されている。DD51 型を先頭にした貨物列車、 M250 系貨物電車日本では1873年9月15日、当時の新橋駅と横浜駅間で初めて運転された。鉄道開業以来、貨物列車を走車場で組み替えながら貨車を計装し、各駅で貨車を解決するヤード輸送方式が主流であった。この方式は貨物到着までに日数を要しかつ不確定という欠点があった。 高速道路網や高規格の国道の整備によって、トラックによる輸送時間が飛躍的に短縮されると、鉄道利用の場合に発生する車両の組み替えが不要になることもあり、高度成長期以降、一気に衰退した。日本国有鉄道は大きな赤字を生み出していた貨物輸送体系を抜本的に見直し、ヤード輸送方式は1984年2月1日に全廃された。 以降は、コンテナ貨車及び石油、化成品、セメント類などの物資適合貨車を主体とした、拠点間直行輸送のみとなり、数多くの貨物取扱い駅が廃止されて、多くの専用船も使命を終えた。工業地帯が臨海部に集中し、鉄道規格も期間が 1067mm の狂気で地形が入り組んでいるため、曲線区間が多いなど、欧米に比べて制限が厳しい。 このため、貨物列車は他の輸送機関に対して競争力が低かった。モーダルシフトの取り組みの一環として、佐川急便は JR 貨物と共同で M250 系貨物電車スーパーレールカーゴを開発し東京大阪間の深夜高速輸送を行っている。2010年代以降はドライバーの人手不足から貨物輸送を トラックから鉄道に切り替える動きが進んでおり、2017年に日本貨物鉄道が発足以来初となる鉄道事業の黒字化を達成した。ただし、この黒字化は JR 貨物の公共性と厳しい経営状況に対する配慮から旅客鉄道会社に支払う列車通行量が低量化されていることを考慮する必要がある。2010年時点、 日本で最長距離を走破する貨物列車は札幌福岡間のコンテナ専用列車で北海道の農産物などを積載して札幌貨物ターミナル駅を立ち青函トンネルから本州に入り日本海中間線東海道本線山陽本線を経由して九州福岡県の福岡貨物ターミナル駅までの 2127.7km を約40時間余りで走破する 日本では JR 貨物が JR 旅客鉄道各社及び整備新幹線開業による並行在来線を転換した第3セクター鉄道会社の保有する線路の多くを借り受ける形で第二種鉄道事業者として営業している。また一部区間での特殊な事例として JR 貨物が輸送する路線と接続するごく少数の施設や科学工場、 製紙工場などに引き込まれている専用鉄道が末端部の輸送を受け持っている。かつて鉄道は旅客と貨物を共に営業し、駅の貨物扱いも通常業務であった。中小私鉄は元より大手私鉄でも狂気線で明治、大正時代に未電化で開業した歴史を有す東武鉄道、西武鉄道、名古屋鉄道、南海電気鉄道などの会社は旅客列車の合間に 貨物列車を多く運行した。戦後は、中小私鉄の路線自体の廃止やトラック輸送の普及、前述の1984年の貨物列車の方式変更により多くの会社で貨物列車が廃止、縮小された。大手私鉄で最後まで貨物遠慮した東部も2003年に貨物列車が全廃され、大手私鉄で自社関連の車両輸送以外の貨物列車を 運行している会社は存在しない。DD51 系の経営する根室本線の混合列車。貨車は、古希1万系混合列車は1本の列車に客車と貨車の両方を連結する運行形態である。英語ミックストトレインより、ミキストとも呼ばれる。ローカル路線においては、機関車の車両数や乗務員、駅員数に感染のような余裕がないケースが多く、 別個の列車により運行するより一本の列車にまとめた方が合理的な面がある。一方で貨車の入れ替え作業に時間を要するため、途中駅での停車時間を多く確保する必要がある。その分、速達性が損なわれ、貨車の両数により客車がホームを外れ、客車の連結位置により機関車から熱源を供給する列車暖房が使用できなくなることもある。 かつての客車の暖房は、機関車から供給される蒸気を使用していたが、客車と機関車の間に引き通し用の蒸気管を持たない貨車が入ることで暖房用蒸気の供給ができなくなる。被殺船などのように機関車の G に客車を連結して、その後に貨車を連結した例もあるが、この場合は入れ替え作業が不便となる。北海道や東北地方では蒸気管が使えない場合、 ダルマストーブやウェバスト式、五硬式など、独立式の暖房装置を用いていた。必ずしも客車列車によるものとは限らず、貨物が緊張な路線の場合、宮野城線や旭川電気軌道など一部ローカル施設のように電車や起動車が貨車を牽引した例もある。この場合は、駅での入れ替えは客を乗せたまま行うことになる。貨物が中心の鉄道では、 福知山線支線となり1981年に旅客営業が廃止された塚口駅、天川崎港駅間の通称天川崎港線など、貨物列車の最後尾にごく少数の客車を連結している例も見られた。日本の普通鉄道では1987年の三菱石炭工業大夕張鉄道線の廃止と共に消滅したが、その後に運転されたカートレインも、 客車と貨車を並結した形態の列車である。脇8000系のように、貨客両用という車両も存在したが、この場合の、客は荷物列車で乗客を乗せていない。2010年代以降は宅配業者との連携で、一般列車に荷物を混載して運行する事例も、増えている。この他、工作鉄道で近鉄にしし工作船の小型が、貨物車である小27型を、連結可能で、 縦山ケーブルカーも、貨車を連結して運転することがある。世界最大ロボ実用化に、大手リオティンと、無人貨物列車で、鉄鉱石輸送、日刊工業新聞2018年7月18日。ABCDPHP 研究所、貨物列車の秘密、2013年、122ページ。ABPHP 研究所、貨物列車の秘密、2013年、 124ページ。ABCPHP 研究所、貨物列車の秘密、2013年、125ページ。JR 貨物、人手不足の順風ビール4社の共同輸送開始日本経済新聞2017年9月13日。ありがとうございます。